ノーインフォタクティクスへようこそ。この企画では情報が交錯するこの昨今、あえてその情報を遮断し、己の実体験のみで解き明かしていくという企画でございます。リスナーの方もぜひ一緒に予想しながらご覧になってください。さあ今回の機種ご紹介いたします。漕ぎ出せ勝負の大会へ。さあ来ましたね、怪人沼でございます。見てください、ボタンが4つあるんですよ。ホースリールも久しぶりだね。鉄拳エンジェル以来かな。それでね、今回も目に入ってきてしまった情報がありまして、純増が9枚ということでね、ってなるとまあある程度予想できるのが、リゼロや、シャーみたいなタイプ、こんな感じになってくるのかなと。勝負強さを見せないと多分やられてしまいそうな気がするんでね、今回はいいところをお見せできればいいかなと思いますんで、ではやっていきたいと思います。ポイントがなんかありますね。このあれ、ペリカハイモード、これはあれかもしれないですね。もしかしたらリセットすると入るようなモードなのかな。あーやっぱそうか、ポイントの特化ゾーンかな。あ、これあれかな、生理規約教えてくれるのかな。狙う必要ないのかな、これは。あ、はーい、ペリカを止めて、またなんかポイントみたいなの出てきたよ。ジゴロならペリカ2倍、ゾロ目ならペリカ3倍、ピンゾロならペリカ5倍。これ何、自力なのと。70、何も揃わなかった。でこの70は何。あー、はいはいはい、こっちに行くのね。なるほどね、チェリーで当選、そんな感じやすけど、さっきと違う。うわ、めっちゃ入った。さあこれで1000ポイント貯まりますね。今73ゲーム早いよ。さあどうなるのかな。ほっ、あー、はいはいはい、だこのクルーンが何を示すのか、もし何かしら当たったらこいつでどうこうすんのかな。今んとこ何も狙う必要ないのかな。狙わなくて大丈夫そうな気もしますけどね。あ、そうだ、2枚掛けできるかな、やってみようか。あ、できる、あーできるんだ、はいはい、OK、 はいはい、やめますやめます、はい。これどうやってやんの、戻った、よし。あ、ざわざわって言った。なんか来たぞ、もう全長じゃねえかよ、もう全長じゃん。言ってるよ、ざわざわ。今ね、210ゲームです。超言ってるよ、ざわざわ。いやでも怪獣といえばこれだよね。あらららら、
全長って捉えていいかな。ダメそうだけどね今のところ。さあこれでまた線溜まったよ。またじゃあ、あの三段クルーに対するアイテムをもらえるってことでいいんだよね。さあ何が来る。なんか一個もらいましたね。これはなんだろうね、どこで出てくるんだろうね。初めてなんか違う感じのゲーム数からざわったよ。今700後半に入ったところです。なんか偉そうなの来たけど。いきなり発展。おお。めっちゃ強そうな全長。てかあれかもね、天井かもね、もしかしたら。さあどうだ。ほい。はい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 。おーおーおー、沼ボーナス。はい、ね、2枚掛けしてる分もあるんで789か790ぐらいだと思うんですけどね。当選しました。さあこの沼ボーナスとは何なんでしょうか。いあおおかっこいい。おーおーおお、あ青が揃ってる。いつの間にか。ラウンド1押せ。継続沼ボーナス小。小運降格中。運レインボーだけど。おーおー、小運1。あマジ揃うとどうなの。ああ。ちょっと待って。いや、あのね、もう増えてるんですよ、メダルが。僕、てっきり、ここになんかほら、運備天部だっけ貯めて、で、三段クルーなんか塞いでったから、なんかそれ使ってどうこうやるのかなって沼ボーナス思ってたんですけど、直撃したもしかして。いやそうだよね、これもうだって増えてるもん。あデッドオアライブ。レインボーでデッドオアライブってなんか、レインボーだから大丈夫ってことなんじゃないの。揃うとなんかあんのかな。おーおーおーおおお。はい、あー震えてる。あーやれれれれれれ。あ300枚3枚なの。ラウンド2だ。この沼ボーナスっていうのがメインのそのコイン増やすところなのかな。でいいと思うんだよな。300枚ワンセットってところかな、まあ、ここもだからレインボーだから揃うってことなんじゃないの。あれダメ揃うっしょ。そうだよね。あはははははは。あーはいはい。で
もう300、だからここが揃えば300枚乗っかってくるのかな。だから300枚ごとにラウンド1、ラウンド2ってやってくるのかな。だから6号機の規定であれば8セットいけるのかな。超えちゃうよね。7セットまではいけるのかな。でラウンド3と、そうだよね。オッケーオッケー。あれまたレインボーだよ。え、何感想確定とか、なんでレインボーなんだろう。超震える。はいはいはい、待て、ファイナル、コングラチュレーション、トータル1212枚。うん、で、こっから先は感想は、は終わり、有利区間も消えてる。あれなんですよ、あのここに見えるかな、クレジットと払い出しのセグがあるんですけど、クレジットが右下のドットがついてたんですよね、沼ボーナス中は。で今それが消えた。え、マックス1200枚ってこと。あれフリーズした、固まった固まった。なんだこれ、ペリカ超高額中。いやそういうことじゃ、え、マジ、ちょっと待て、ちょっと待て、うるさい。なるのかよクソ。 OK、 やっと止まった。ね、とりあえずおそらくゲーム数解除、今のところで解除までにここのポイントをいっぱい貯めてアイテムもらうで、多分なんかやる、そのアイテム使って。で多分僕の当たり方は直撃だと思う。だってここで貯めて、ここに貯めてたもの何もないことになってたもんね。気づいたらもう推し順ナビが出始めててメダル増えてったんで、まあそういうことなのかなと。設定差ありそうっすね。ということは、あっ、あっさり突破した。 OKOK、 さあ438ゲームっすね。さあさあさあ、多分アイテムの告知があるんで、この余りのポイントどうなるかも気にしたいところ。さあ行きます。まずアイテムの告知が、あ、一番最初にもらったアイテムと一緒だねこれは。 OK、 で次は、さあさあさあ、なんか出てきたね、4枚カードが出てきたけど、突破率アップ、え、5%、 あ、連続すんのね、 OK、昇格？おーおー、上がった上がった上がった。おー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 おおお。突破率アップも何も、だってこれ突破なんじゃないの？あー、なんだ今度は、あ、まただ、あー、はいはい、今度2段目に行ったよ。
多分これがメインのルートかな。そうだよね、第一クルーン。あーはいはい、じゃああれかな、3連戦ってことかな。これはまあ大丈夫だよね、次からなんだよね。今分かってんだよこれは。うん、まあここは突破だよね。で、おーおーおーおお、さあ2段目。なんだ、あ、もう一回なんかやってくれんの。はい、あ33%無理だろ3分の1。5%増えたよえ、きつくねえか。なんだ、坂崎。あー、そういうことか、まだ増えんのね。大丈夫。ネクスト突破をつかみたら、じゃあこの58まで突破をジャッジするってことかな。あ、あ、あっ変なーってなっちゃった。うん、有利区間も消えましたねここで。はい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 、まあってことはあれだよね、もうメインのルートは3戦連続で勝てみたいな、そういうパターンかな。このシリーズ王対決に初めて勝てるチャンスかもしんない。あっあー、オッケーオッケー、はい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 、736ゲーム。さあどっちだ、こっちか、来ましたね。さあで5個溜まってるね、あまりでもう1個入ったって解釈でいいのかな。あーなるほどね、ここでまず使っていくんだ。オッケーオッケー。さあラスト1個だ、ベルを引かないと多分スライドしていくのかな、そんな感じはしますね。15%だけど大丈夫かなこれ。さあ行ってみましょう、多分時間的にこれがラストになると思います。あー封印なし、33。そうか、穴が3つあるから33%ってことか。そうかそうか、オッケーオッケーオッケー、わかったわかったわかった。で最初貯めたやつを加算してこの確率。あーはいはいはい、でさらにここで上げるチャンス。お、遠藤できたよ、これはいけるんじゃないか。あー50、え、っていうかじゃあ大丈夫じゃん。まあこれで1個だよね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあ2戦目って言っちゃうなおなんだ、あまだ1戦目だったはい、オッケー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 、はいはいはい、次ね。この画面もなんかあるのかもしんないけど、さあさあさあ、あーこの 15% はベースになってんだね、なるほどね。 OKOK、 じゃあこれも 33%。 あーまあそういうことだよね。 OKOK、 さあここ怖えな、
で足して 48% だ。最低でも 48% 以上あるってことか。でここで増やすチャンス、あ青なし、あいいよいいよ、これはいったんじゃん。はい 78%、 おいおいおい、これはいったでしょ。はいはいはい、22%、100%ですよこれ。さあさあさあ、じゃあこれは突破だよね。はい、オッケー、よし。さあ3段目でございます。これはどうなるかな。おお、画面が違うけど、これは何かあんのかな。あ、連打がここ、あーじゃあ 25% か。そうかそうか、そうだよね。さあ大丈夫かな。あ、青なしパターンっすよ、いいっすよ。ほら 70%OK。あ、これは 25%95%、 これは大丈夫でしょう。はい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 、あこれはでけーだーい。はい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 、じゃあこんなところっすかね。ちょっと謎が多いっすかな、今のところは。まず通常時で気になったところが、200ゲーム以内でザワザワタイムの前兆らしきものが一切今回出てこなかったので、もともとないのか、それとも出てくるだけで何かあるのかっていうのはちょっと気になりますね。モードの概念があれば、もしかしたらそれで推測の要素になるかもしれないですね。それでもう一個、メインの AT 中ですね、あれが1200枚でコングラチュレーションと出たので、本当に1200枚マックスなのか、それとも別のルートで完走するようなルートがあるのかっていうのはちょっと気になるところですね。最初のあたりで完走した後になんか違う特化ゾーン、ポイントの特化ゾーンみたいなのが入って、でなんか右にねなんかいたんですよね。なんかあれが関係してるんじゃないかなってちょっと勘ぐってます。あくまで予想ですけどね、これはもう全部予想なんですけど、この企画自体が。はい、じゃあそんなところで今回は終わりにいたします。よかったら、寝台スロット怪人沼打ってみてください。